ている動物です。今猫を飼っている、または今後飼ってみたいと思う方も多いでしょう。近年飼い猫の数が増えていますが、良い飼い主になろうと思ったら結構な勉強が必要です。猫には数多くの種類がありますし、それぞれ個性的な特徴や性格を持っています。値段も様々です。今回はなかなか聞きにくい猫の値段にスポットライトを当てて、高価な猫15種類をご紹介します。エジプシャンマウ、500ドルから800ドル。エジプシャンマウはその名の通りエジプト産の猫です。古代エジプトの壁画に斑点と縞々が混じり合った独特な模様と、好奇心旺盛そうな緑色の目、すらりと優美な体を持つ猫の姿が描かれていて、エジプシャンマウによく似ています。もしも壁画の猫がエジプシャンマウなら、この猫は数千年前から人間に愛されていたことになります。エジプシャンマウは概して人見知りですが、家族には忠実でたくさんの愛情表現を見せてくれます。コラット、600ドルから800ドル。タイ産のコラットはシルクのように滑らかで美しい銀色の毛が特徴的です。タイでは古くから富と幸運の象徴とされてきました。コラットは活動的で遊び好きですが、おとなしく優しい気質も持ち合わせていて、子供たちの良き友人になります。飼い主家族にはとても懐き、何時間も膝に乗っているなど結構な甘えん坊です。推しキャット、800ドル。サバンナやアシェラのように野生的な見た目なのに、人懐っこく甘えん坊で絵に描いたような家猫、それが推しキャットです。推しキャットは飼い主にとても忠実で、飼い主の帰宅を玄関で迎えたり、膝でお昼寝して思いっきり甘えたりします。同時にかなり社交的で、初めて会う人にも進んで近づき楽しませるのが得意です。いつも猫と一緒にいたい、できるだけ構ってあげたいという飼い主には理想的な猫でしょう。ブリティッシュショートヘア、800ドルから1000ドル。ブリティッシュショートヘアはイギリス産の猫で、シマリスのように丸く膨らんだ頬と濃くて短い毛が特徴的です。イギリスで最も古い種類の猫とも言われていて、現在もイギリスでの人気は衰えていません。物静かでおっとりしていますが、知的で物覚えが早く、飼い主と強い絆を築きます。アメリカンカール、800ドルから1200ドル。アメリカンカールはアメリカ産の猫で、大きな目が印象的ですが、最大の特徴は外向きに曲がった耳でしょう。この耳は生まれつき外向きについていたわけではなく、赤ちゃんの頃は他の猫と同じく前向きですが、生後16週間ほどかけて徐々にカールしていき、最終的に外向きになります。明るく社交的な性格で、飼い主の膝に乗って仲良くテレビを見ることができる理想的な家猫です。スコティッシュホールド、200ドルから3000ドル。スコティッシュホールドはスコットランドで突然変異によって生まれた猫で、丸っこい顔と折れ曲がった耳が特徴的です。愛くるしい見た目がフクロウに似ているとか、垂れ耳のウサギ、ロップイヤーラビットに似てるとも言われています。活発で社交的、愛情表現に富んだ猫で、飼い主の膝で丸まって眠るのが大好きです。知性も高く、犬のように飼い主が投げたものを取ってくるなんてこともできます。スフィンクス、300ドルから3000ドル。スフィンクスは毛のないシワシワの皮膚が印象的ですが、
飼い主たちによると人懐っこさこそ最大の特徴だといいます。膝に乗ったり一緒のベッドで眠ったりと飼い主にぴったり寄り添う甘えん坊です。しかしある程度の孤独も平気で何時間も一人遊びで楽しんでいます。高い知性の持ち主で犬のようにとってこいができる猫でもあります。ロシアンブルー、400ドルから3000ドル。ロシア産のロシアンブルーの最大の特徴は銀色の美しい毛並みと知的な緑色の目です。この高貴な風貌は昔から人気でロシアやイギリスの王侯貴族に愛されてきました。知的で好奇心旺盛、とても遊び好きな猫としても知られ、他のペットや子供たちとも仲良くすることができます。カリフォルニアスパングルド、800ドルから3000ドル。カリフォルニアスパングルドはアメリカカリフォルニア州原産の猫で、エキゾチックな外見と活動的で人懐っこい性格が人気です。他の家猫同様、高いキャットタワーに登って遊ぶのが大好きです。尋常ではなく高く飛び跳ねたり、獲物を狩る本能が強かったりと、普通の家猫よりかなり活発なところもあります。もしもこの猫を飼う幸運に恵まれたら、外に飛び出して怪我をしないように安全な場所を確保して、丈夫なおもちゃをたくさん与え、ハンティングの本能を満足させてあげてください。メインクイーン、1000ドルから3500ドル。メインクイーンの生まれには諸説ありますが、アメリカメイン州で生まれた猫というのが一般的です。ニューイングランドの厳しい冬を100年以上にわたって耐え抜いたと言われるだけあって、大きくがっしりとした体型と水をよく弾く長くモコモコした毛が特徴的です。人懐っこい性格ですが、あまりベタベタしたり過度に甘えたりはしません。かなり大きく育つことでも有名ですが、穏やかで優しく、子供たちの良い遊び相手になってくれます。ピーターボールド、1200ドルから5000ドル。ピーターボールドは毛がない体が大きな特徴ですが、その故郷は意外にもロシアのサンクトペテルブルグです。歴史は短く、1994年にスフィンクスとロシアンショートヘアの交配によって生まれました。個性的な見た目ですが、とても人懐っこく社交的な性格です。飼い主について回るくらい愛情深く、幼い子供や他のペットにも友好的ですから、家族で飼うのに適した猫です。ペルシャ、500ドルから5500ドル。丸くふくよかな顔とシルクのような美しく長い毛を持つペルシャは、現在のイランが原産地です。その見た目から昔から富の象徴とされ、イギリス貴族の間で大変大人気だったことでも知られています。ペルシャ猫は穏やかで優しい性格で、適応力も高いことから今でも人気のペットです。見た目では分かりにくいですが、長い毛は絡まりやすく、猫自身にとってもストレスになりますので、毎日ブラッシングしてあげましょう。ベンガル、1000ドルから25000ドル。ベンガルはアメリカ産の猫で、ベンガル山猫と家猫の交配によって生まれました。最初の交配から現在まで少なくとも第4世代まで続いていますが、まだまだ珍しい品種です。ベンガルは見た目はベンガル山猫のような斑点模様に、筋肉質の体と野生的ですが、家猫のような穏やかで人懐っこい性質を持っています。サバンナキャット、1500ドルから5万ドル。エキゾチックな見た目のサバンナキャットは、アフリカンサーバルキャットと家猫の交配種でアメリカで生まれました。野生味あふれる斑点模様と長くピンと立った耳、高貴で近寄りがたい空気を漂わせる目が特徴的です。
見た目に反せず高い知性を持っていますが、見た目よりもずっと人懐っこく、まるで犬のように飼い主に忠実で従順なところがあり、そんなギャップが大人気の猫です。アシェラ、1万5000ドルから12万5000ドル。アシェラはアメリカ産の猫で、ベンガル山猫、アフリカンサーバルキャット、それに家猫の交配種です。飼い猫としてのアシェラは知的で人懐っこく、飼い主に忠実だと言われています。しかし珍種中の珍種で、実際にお目にかかることはまずないでしょう。アシェラだと思っていたのに、 DNA テストによってサバンナキャットだと判明した猫の例もあり、現在最も希少な猫だと考えられます。あなたは猫を飼っていますか？私は猫を飼っています。うちの猫は雑種ですが、アメリカンショートヘアみたいな模様です。猫がいるだけで心が豊かになり、笑顔が絶えません。とっても可愛いですよ。それではまたお会いしましょう。バイニャー。